クドスタジアムは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県にある球技場。バルセロナ都市圏にある、クルナリア・ダリブラガートとアルプラ・ダリブラガートという二つの自治体域にまたがっている。エスタディ・コルネ・ラ・エルプラットという名称でも知られている。サッカークラブの RCD s スパニョールのホームスタジアムである。収容人数は4万500人。建設費は約6000万ユーロ。 UEFA カテゴリー4スタジアムである。2009年夏に本スタジアムが竣工し、RCD エスパニオールのホームスタジアムがエスタディ、オリンピック、リュイスコンパニスから本スタジアムに移った。RCD エスパニオールにとっては8施設目となるスタジアムであり、クラブはネーミングライツの購入者を探した。コケラ落としは2009年8月2日に開催された。 リバプール FC との親善試合であり、3対0で RCD s パニョールが勝利した。2009年8月8日には、RCD s パニョールのキャプテンであるダニエル・ハルケが死去したため、ハルケの名前をスタジアムに関することを望む声もあったが、クラブはこの要望に対して明確な回答を行っていない。2010年6月18日には、スタジアムビジネスアワードを受賞した。 2010年7月3日にはアメリカ合衆国のヒップホップグループであるブラックアイドピースがスタジアムでライブを行い3万人の観客を集めた2014年7月にはオンラインと博業界のパワー8が命名権を取得しネーミングライツによってパワー8スタジアムに改称した2016年1月にはネーミングライツが終了しクドスタジアムに改称した 2019年6月1日には、ドイツのメタルバンドであるラムシュタインがライブを行った。ありがとうございます。